はい、こんにちは、ギバチャンネル、ケンジです。カナダスケート留学の経験を生かして今回はノーリーフリップ、コロコロノーリーフリップのやり方をお伝えしようと思います。これはね、コメントでいただいたんでやろうと思ったんですけど、久しぶりにね、ちゃんとやろうと思うとコロ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 転がってるんで、コロコロノーリーフリップってことでさせてもらおうと思います。で、ギバチャンネルではね、いろんなね、ハウトゥーとかね、スケボーに関する動画いっぱい上げてますんで、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。今日の流れね、流れはですね、ノーリーフリップ見てもらって、スタンスを伝えして、やり方伝えて、ノーリーフリップのスローモーションを見てもらおうと思うんで、最後までよろしくお願いします。じゃあノーリーフリップどうぞ。じゃあですね、ノーリーフリップの自分のスタンスですね、まあ、スタンスはね、やりやすいところ見つけてもらえればいいと思うんですけど、自分は右足がね、不器用なんで、抜きやすいようにちょっと端っこ、こうだったり、ちょっと縦気味、抜きにくい人は縦気味の方がいいんじゃないかなと思います。で、まあこんなスタンスでやってます。で、前足はこのフリップ足がだいぶ外なんで、弾く足はちょっと多めに乗せて、こっちの足でバランスまっすぐ進むようにとってます。こんなスタンス見えるかな、こんなスタンスでやってます。じゃあですね、ノーリーフリップのやり方お伝えします。で、さっき言ったスタンスなんですけど、まあ本当は一番いいのは、まあしっかりとノーリーを弾いた後に抜くっていうのが一番ベストなんですけど、最初からそれがね、できると苦労しないんですよね。フェイキーとかだったらね、弾いてポンって抜けるんですけど、ノーリーとかやっぱり不器用な人もやっぱ多いんで、自分もすごい完全に不器用なんで、特に最初やったのはもうこっちの足、テール、ノーズか、ノーズ弾けなくてもいいんで、空振りでもいいんで、こう斜めになった時に進行方向側にこう飛ばして、後ろ足はもうほぼまっすぐ抜く、それだけで、とりあえず転がしてでも乗る方向で頑張った方がいいんじゃないかなと思います。で、最初は本当スタンス、こう足をもう完全に後ろ向きに向けた方がこう回しやすいんで、今も多分ノーズ当たってないんですけど、回るんで向こうに弾いて、でこっち側抜く、そういう風にやると、高さがなくても回るんで、あ、ひどい、こんな感じで、多分ほとんどノーズ弾いてないんですけど回るんで、お、いつも取れるこいつ。あ、外れた。でもこんな感じでね、テールあんまり弾けなくても前に飛ばしながらこうちょっと立ててあげて抜いてあげるだけでノーリーフリップは回るんで、まずそれを覚えるといいんじゃないかなと思います。で、このやり方できるとノーズマニュアルからフリップアウトとかもできだすんで、ひどい、止まってやるとね、ノーリーっていうか、もうスイッチフリップなんですけど、極力
進行方向に弾き、しっかり弾いてこっちを後ろに抜くっていうのをしっかり心がけたらいいと思います。まあこんな感じかな。で、足が動けばなんですけど、まあ正面向けて、正面とか後ろ方向に足向いてるんですけど、こっちの足ですね、こっちの足がこう向いてるんですけど、抜くときにできればこう足を寝かせてポンってこうスナップ使うと力なくても回るし、ちょっとノーズ弾きが弱くても回るんで、それを意識したら乗れるようになると思います。あとはしっかり真上に飛ぶ、あんまりこう前に倒れるようなこういうスタンス、腰を倒さない、起こした状態で我慢して、こんな感じ、こうなりすぎると着地がこうなるんで変なところ乗っちゃうんで、そこは上半身を起こしてちゃんと乗れるようにしましょう。あとね、前回一緒に滑ったね、八段くんからのねアドバイスで、フリップの練習としてはこう足を捕まえてギューって力を入れて飛ぶ、離す、向こうに行くぞっていう、溜めて溜めてポンって離す、ポンって、まあこれがね、フリップのスナップの練習になるそうなんで、まあスナップできないって人はこうしっかり寝かしてから力溜めて溜めてポンって離す、こういう練習やってみるとスナップの練習になると思うんで、やってみてください。じゃあね、今回はね、ノーリーフリップでした。ノーリーコロコロフリップでした。本当ね、コメントもらえて嬉しい限りで、なんとかね、いいとこ見せようと思って頑張ったんですけど、待てよと。ね、ありのまま見てもらおうと思って、まあ、コロコロフリップ。コロコロノーリーフリップをやりました。で、正直ね、綺麗なノーリーフリップを見たいと思ったら、自分のハウトゥーフェイキーフリップがあるんで、まあそっちを見た方が、結局やることは本当一緒なの、ただやること一緒なのに体が動かないから、回しやすい回し方を見つけて、ちょっとやり方変わってるんですけど、やってるだけなんで、綺麗に完成度高いのを見たかったらフェイキーフリップを見てください。リンク貼っておきますんで。で、またね、何か、やってほしいトリック、やってほしいこと、何かあったら、ぜひコメント待ってますんで、よろしくお願いします。で、最後までありがとうございます。最後に、いいね、待ってます。で、チャンネル登録ね、まだな方いましたら、チャンネル登録もお願いします。じゃあ、また次回のビデオで会いましょう。バイバイ。